はいどうも。フルスポ出ましたね。ラスト見ていきますか。希望の夜明け、聖なるメサから始まって、これまでトークン出すエンチャントは様々出てきました。今回のは起動4マナで11反魂生成。これだけだとまあ入らない。回復でドロー誘発、ここまで来るとそこそこ使えるのかな。起動もドローもマナ必要で結果的に重たいので、入って1、2枚程度。むしろトークン生成をおまけとして回復ドロー部分に注目して、白黒リッチの熟達デッキなら3、4枚採用できるかも。水没した秘密。青い呪文でライブラリ2枚削りするエンチャント。自分のを削るなら重宝呪文で大丈夫なので、削るなら相手のライブラリアウト狙い。そうなるとドロー誘発な心理腐食の方が分がありそう。追加のライブラリアウト手段としても、悠長な再構築で足りてると思うし、使いづらい感はある。選択的な罠。同種族を複数戻せるバウンス。セレズニア相手なら、マナ効率はともかくトークンが処理できる。ボロスなら兵士指定で複数戻せる。3マナで2体戻す程度でも取るテンポが大きいから、ブルースカイのサイドとかでなら採用できるかも。泥棒ネズミ。貪欲なるネズミとほぼ一緒。青黒のメガハンデスデッキならば4枚採用できる性能。だけど無効費の存在が、メガハンデスというコンセプト自体を否定してるので、実際使われるかはどうだろう。死の重み。致命的な人押しが落ちて、代わりに入る再61マナ除去。プッシュほどの汎用性はないが、アグロには十分効くので、サイドではよく見られるようになると思う。黒いコントロールならメイン採用もありかな。陰惨な勝類。5マナ操作リーで1、2、3って数字、火炎放射、銃声の脅威、増え続ける成長とかありましたね。黒の場合はリアニメイトみたい。縫い死への供給者とか使って悪さはできそうですが、スタンのプールだと難しいかな。普通に使うなら黒ターンアグロのサポート呪文ですね。メインというより、消耗戦対策でサイドに2枚ぐらい。モノトリンプ。飛んでるスラルの下界。召喚酔い解けないと起動できない点が足を引っ張るので、いちいち飛行である点を有効活用できるかどうか。黒い2位のメインとか、メタによってはあるだろうけど、タフ1は死にやすいからなぁ。仮に鎖回しがメタから去っても、ボロス優勢で弾力の道も出てくるだろうし。能力使える1マナ剣として、陰惨な勝類をキーとしたデッキでなら使われるかも。静電場。点数下がったけど、除去されにくくなったドブ潜み。2マナ04ならアグロ相手の時間稼ぎに使えますね。ただ、赤なら火力足した方がアグロ対策になるんじゃないかってのはある。ボロスとか共同あって、壁ブロックじゃいずれ突破されちゃうし。使われそうな使われなさそうなカード。実験の狂乱。赤い未来予知、ただし引いたカードは使えなくなる。一応自解できるけど、そうするとテンポ悪いのでおまけ程度でしょう。超長期戦じゃなければ壊さないと思う。手札をさっさと使い切るデッキならば、デメリットは半無視できるから、赤いアグロに1枚だけ刺しておく使い方ですかね。メインはメタによるけど、サイドなら積んでおいて損はなさそう。彦像。鎌の悪鬼の調整版。パンチ力が下がってかなりマイルドになってますが、遁走する蒸気族、孤高のフェニックス採用の赤いドローをキーとしたデッキならば、蒸気族以外の2マナ剣として採用できるかも。力の報奨。巨大化3回分の6マナインスタント。リミテなら戦線崩壊させるボムカードですね。構築は、他にパンプ呪文いっぱいあるし、6マナはちょっと重いかな。気前のいい野良猫。リミテ用、猫かわいい。真夜中に裸足で歩くような輩はディミーやかな。さすがは青黒の対抗色。大群の力。横の力を縦の力に変える再6パンプ呪文。基本的に単なるパンプ呪文は、よほどハマらないと採用はされづらい。前2回収録されてた時にいなかった、スタンにセレズニアがいる環境ですが、今は征服者の誇りあるし、使うならそっちからで、これはやっぱりないような気がする。
生川収集者、成長する1マナエルフ、エルフデッキの1マナ剣としてもいいですが、本領発揮しそうなのはストンピーですかね。他がデカブツだらけだから、こいつも相当デカくなりそう。仲間意識、自軍生物数だけドローして回復し、全体プラ1修正かける。集団潜在意識に対する自然発生のように相方がいれば使えますね。今回は大集団の更新って相方が一応います。6マナと重たいのでそう何枚も入らないだろうけど、1、2枚セレズニアトークンにあっても良さそう。少なくとも同型とか、睨み合う相手用にサイドには取るかな。記憶の裏切り。相手の墓地呪文を唱え放題になるソーサリー。効果は派手で強そうだけど、実際使うと弱いんじゃなかろうか。相手依存なのもあるけど、3マナ使ったら残りマナ少ないよね。多色ランプでなら1枚採用してもいいかもしれないぐらい？せめて追放したのをそのまま追放しといて欲しかったかな。そしたら墓地対策としても使えたのに。強者の保証。烈日持ちな構築物。3色で3マナ33、3点火力ばらまけるぐらいじゃやっぱ微妙。さすがに一番下の回収能力使えれば強いんで、使うなら5色出せるデッキかな。でも普通の多色ランプならもっと重くて強いカード使えそう。ギルドモン多用するデッキなら、勝手に色マナ揃うしぴったり合うかも。門番のガーゴイル。すべて門の状態で、タップインだから7枚目置いた時に出したとして重々飛行。2パンで勝てるのはさすがに強い。まあ門だけじゃデッキが回らないので、最低限関空の案内人と、迂回路打つための緑確保するのに、14枚は緑色の土地欲しいから。ゴルガリ、セレズニア門以外に緑土地6枚は入れるとして、それ以外すべて門で、土地24枚で内門が18枚。緑土地がアンタップインだとして土地6枚でこれ召喚。4個か5個乗って、77か88飛行。まあまあですかね。こいつ自身の性能はともかく、タップインだらけのデッキが、相手のテンポに追いつけるのかというのが問題かな。さてこれで大体見れたでしょうか。今回の個人的注目カードは、希望の夜明けです。白黒リッチの熟達に追加のアドゲンとして採用できると思う。アド稼ぐの熟達頼りでしたから、かなり助かります。服用の接近落ちるんで、フィニッシャーどうするのか問題が残ってますけどね。あと白黒土地のこともあるか、結構問題あるなぁ。ラブニカのギルドの総評としては、シナジー重視してる印象。これ積んどけば勝てるだろってパワー化がほぼなくて、ギルドごとのキーワード能力で繋いだデッキが強そう。磁気スタンは、破壊不能持ちとかがかなり減って、追放除去なくてはどうしようもない。ってパターンが減りそうだし。ローグでも一方的にボコられってことはなしで、とりあえず戦えることが増えそう。勝てるかどうかは知らんけど。収録カードで目立つところは、暗殺者の戦利品と無効費のフェロックスでしょうか。前者は除去なので、強いけどそれだけで勝てるわけじゃないし、一方的なシーンを作り出すことはないでしょう。下環境メタヘの影響は凄まじいだろうけど、後者はちょっと心配な感はあるが、弱点も用意されてるし、これぐらいなら対応できる範囲内、でしょうか。でてアド取るわけでもなし、ロナスよか対処しやすい方かな。軽蔑的な一撃で打ち消せる範囲だし。メガハンデスだけは死亡しますがね。うん、まあこんなとこで。それじゃまた次回。ご視聴、ありがとうございました。